素早い退散だな。満足か？どういう意味だ？教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色が優れませんね。しかしユーナ殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば時には悲しみに浸るのも良いでしょうけれども、あなたは召喚士、人々の希望そのものなのです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか？ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるときに。それでは。あと少し休んだら出発するよ。シンはジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。シンはジェクト、奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか？それがシンだ。自分の姿をお前に見せに来たのだろう。なぜだかわかるか？全然知るかって。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続け、それをお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ、逃げるなよ。お前もな。張り切ってんな。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。え？今も同じだ。無理をしている。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。心配するより笑顔。決まりも練習している。ちょっとやってみ。Thank you.
あのさ、ザナルカンドまでどれくらい？まだまだだな。原稿川を下ってグアド族のグアドサラム、その後は雷平原を越えてマカラーニャの寺院。うひゃその前にジョゼの寺院でお祈りです。一気にバビュッとザナルカンドへ。それじゃダメなの？うん、なるべくたくさんの寺院を巡って祈り子様にご挨拶しなくちゃ。それが召喚師の修行だ。究極召喚に耐えられるように心と体を鍛えるのさ。大変だな。言うな、みんなと一緒だから大丈夫。おい、新入り。俺っすか？他に誰が？なんすか先輩。ジェクトとシンの関係、ユーナに伏せておけ。あ？あの性格だ。知ればお前とジェクトへの遠慮が生まれる。そんなものは邪魔だ。まあそうだな。でもさ、話しても誰も信じないぞ普通さ。ユーナは信じるさ。あ、そうかも。あのさ、俺にも話さなくてよかったんじゃない？俺の気持ちどうなるわけ？いざという時に泣き出して役立たずでは困るからな。な、泣かないっつーの泣き虫と聞いていたかな。子供の頃はそうだったんだ今でもそうかな。あ、俺は信じたわけじゃないからな。
あれ、ジョゼの陣。あの雷キノコ岩はね、召喚士が祈り子様と対面した時だけ開く。誰か他の召喚士が来てるってことだな。どんな人かな。どなだったりして。負けたくないな。うっす、行くっす。ブラスカも今失礼だが、お名前を聞かせてもらえないか。ビサイドから参りました、ユーナと申します。やはりそうか、ブラスカ様のご息女だね。お父上の面影がある。父のお知り合いですか。いや、直接お会いしたことはないんだ。あ、失礼。僕はイサール、君と同じ召喚士だ。パッセです、よろしくお願いします。俺はマローだ。見りゃわかるだろうが、兄貴のガードだ。子供の頃からいつもブラスカ様を見上げていたよ。いつかブラスカ様のような大召喚士になりたいとね。きっとお父上から素晴らしい能力を受け継いだことだろう。君なら必ずシンを倒せるはずだ。いえ、そんな、私まだ召喚士になったばかりですし。もちろん僕も負けるつもりはない。
どちらが先にシンを倒せるか、競争といったところかな。私だって負けませんから。兄貴、ではユウナ君、僕はこれで。お互いに頑張ろう。はい。君、なんすか？君、ユーナ君のガードだろ。マローダが妙な話を聞きつけてね。君たちも知っておいた方がいい。討伐隊の連中から聞いたんだけどよ、ここんとこ旅の途中で行方不明になる召喚士がやたら多いっつんだわ。魔物にやられた可能性もあるが、それにしては数が多すぎるようだ。詳しいことは分かんねえけど、とにかくおめえらも気ぃつけろや。召喚士が消えちまったらガード的にシャレになんねえだろ。なになに、何のお話？ガードの仕事をしっかりやれっつう話だ。僕ちゃんとやってるよねえ兄ちゃん。くれぐれも気をつけて。うっす。パッセ、何兄ちゃん。出発するよ。うん、わかった。じゃあね。よし、ガード全員集合だな。よろしくお願いします。じゃあ行くか。
Thank you.
静かに待ってくれ。あんたももう少し落ち着いてね。フラフラするな。落ち着いて待っている。あら、またあなたたち？相変わらず頭数だけは多いね。どうしたのバルテロ？そのおじさんに何かよ？あんた、アーロンだな。だったらどうする？握手してくれないか、アーロン。いや、アーロンさん、俺あんたに憧れてガードになったんだ。ありがとうございます。感激です。大召喚師ブラスカ様を守ったガードを捕まえて、おじさんとはな。物知らずにも程があるわね。うわぁ、ナルテロ、もういいでしょ。戻ってきなさい。苦労してんな。自分の、いやー、面白い見物だったけど心臓によくねえな。フラフラするな。なあドナ、やめてよ。もう汚い手で触ったらブツだよ。あんたももう少し落ち着いてね。恥か。持つべきものは偉大な父親ね。ガードの数はむやみに多いし、アーロン様まで味方につけて、それにシーモア様にも気に入られているみたいじゃない。ブラスカ様の娘って肩書きが。父は関係ありません。私は一人の召喚師として旅をしているだけです。あら、結構なことね。でも偉そうなことを言う前に、まず自分の足でちゃんと立ったら。ガードに頼ってばかりだと、いざって時に痛い目見るわよ。どんな時でも、世はまた旅の始まりね。ユーナが来たら出発だ。